ゴーストママ捜査線、僕とママの不思議な100日、トンボの友達って幽霊なの？ということで、まあ今回トンボの初恋の女の子、はい、幽霊の舞ちゃんを演じたのは石井桃が9歳、はい、あの CM に出てる子ですね。二段塾カレー、うん、でドラマの方では2009年、はい、マイガールで相葉雅紀扮する主人公の娘小春を演じてブレイク、はい、で昨年2011年鋼の女シーズン2では嘘つき少女っていうような今までにはない悪い子っていうのも演じたりと、うん、さらにこの前のクールの W の悲劇では主演武井絵美の幼少期を二役、うん、これまたしっかり二通り演じ分けていたしてましたね、うん、ますます演技の幅も広がってきて、うん、でそれから今度は何は少年探偵団第9話にもゲスト出演、なんかいろいろとどうしても続いていきますね、うんうん、でそれからあの猫のミーコね、はい、まあ冷静に考えたら、うん、あれくらいの大きさですって猫っていうのはちょっとイメージではないんだけど、はい、いわゆる動物タレント、はい、特に猫の場合はね、しっかりと言うことを聞くっていうのであればあれぐらい年齢を重ねてないといけないのかも、はい、まあホームズもそうでしたからね、やっぱり子猫だとね、箱の中に入っとけって言うてもすぐに飛び出すし、そりゃじっとしてんの嫌ですからねまあしかしながらああやって動物が出てくるとさらにほんわかするというかですよね、で特に出演陣の演技の方もね、はい、例えば沢村一樹、生瀬勝久、ここらも他のドラマでの役どころより本当にまったりしてるというか、そうですよね、もう少しね角があったりね、剣のある言葉を言ったりっていうのもあの二人の魅力ではあるんだけど、最初はねその辺も期待してたんですよ、うん、もう最近はそんなこともなくなってきましたね、はあはあ、なんかこのほんわかしてるのがこのドラマの良さなんやっていうふうに思えてきましたんで ね、うん、でまた恋愛の話でしょ、うん、またなんかねもうまあまあ切ないのは切ないんですよ最後、うん、あの天へ召していかはったんでね、うん、でもほんわかしたドラマやなっていうのはもうずっと感じますよね。あ、うん、まあお決まりの展開を持ってきたというか、そうですね、うん、まあ最後にどうなるかっていうところも最初の時点で分かってしまいましたしねあ、この幽霊の彼女がいなくなっちゃうんやなっていうのも分かりながら見てしまうんで ね、ただまあ切ない話といえば切ない話で、うん、でまあそのあたりがね、いわゆる最終回への伏線というかね、はい、結局不思議な100日、はい、その後お母さんの長子はしっかりと思いを遂げて天国に登っていくと、はい、でもねトンボもねこれ経験したわけじゃないですか、うん、心残りがなくなったら成仏するわけじゃないですか、うんうん、ってことはトンボはしっかりしたらダメなんですよしっかりしたら、うん、お母さんは天国へ行ってしまうんですよ、うんうん、なトンボはもうずっとだらしないまんまでおらなあかんのですよ本当はね、ね、それ自分でこう感じてこないもんなんですかね、あ、うん、でもそういう風に思いながらも、うん、実はそれはしっかりしてきてるっていうことで、ああなるほどね、まあいずれにせよね、長子は自分の意思とは別に天に召されてしまうと、ね、ただ気になるのは、うん、それがどういうエピソードによるものなのか、まあ、その辺はね、まあ、しっかりと涙の一つでも出させてもらわんと困りますから ね、うんね、うん、でまあね今回も初めてのお使いを成功、うん、ドレミファソラシドあのあたりはさすが日本テレビ、はい、自分の局の番組なんでね堂々と使いますもんね、うん、ただひょっとしたら生瀬勝久のアドリブかもしれない、なるほどでそれはともかく、うん、確かに成長の証は見せてると、はい、ということは、うん、これ以上にドラスティックな大きなきっかけがないとダメですよね、それは一体何なのか、いや最後のはねちょっと大きい事件、うん、その犯人とのやり取りかなんかがあって、はあ、強くなったなっていう風になるんだかなっていうのがね、ね、うん、それか、はい、ひょっとしたらもう一度長子が、うん、トンボのために命を落とす、はい、幽霊なのにね、うん、そうきますか、それぐらいの想定外があった方が楽しいような気も、まあね、でさてさて、そんなゴーストママ捜査線には今回もまたあの方からメールが、はい、夏休みも後半に入り宿題をやる気配の全くないトンボくんが気になって仕方がない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ゴーストママ捜査線第6話、ここまで来るとゴーストママと協力して事件を捜査するという基本路線がほぼ完全に薄れてしまいましたね。それにしても冒頭シダ未来の怪談話がなかなか良かったと思うのは私だけでしょうか。あの様子で語ってくれるならドラマの中だけでなく本気の怪談話を聞いてみたいですね。
階段といえば映画の場合、やはりその最高峰は東海道四ツ谷階段ですね。しかも中川信夫監督、天地茂主演の1959年版が何と言っても印象深いのです。私も劇場では見ておりませんが、かつて私が小学生くらいの頃はこの手の怪談映画がお昼時にテレビ放映されたりしていたものです。で、そこで見てしまったのがこの作品です。しかもあろうことか一人で見てしまったのです。天地茂さん演じる残忍な伊右衛門に無残にも殺されてしまったお岩や卓越などの怨念が幽霊となって執拗に襲いかかるラストの10分は、子供の私にとってはあまりにも怖すぎました。まず夜にトイレへ行くのが怖くて仕方がありません。さらに寝るときに電気を消した後も怖い場面を思い出し、なかなか眠りにつくことができなかったということを夏休みの怪談シーズンになるたび思い出します。で、主人公の岩も伊右衛門への恨みを晴らした後のラストは美しい姿に戻り、ゴーストママ同様別の世界へと旅立っていくのです。つまり何らかの思いを残した者が幽霊となり、その思いが果たされた時あの世へと旅立っていくという幽霊者の基本解釈はその当時から確立されていたのですね。ゴーストママ捜査線もいよいよ最終章へと向かいます。主人公たちがどのようなラストを迎えるのか予測をしながら楽しみたいと思います。はい、ということでゴーストママ捜査線、僕とママの不思議な100日、はい、これからもしっかりと応援したいと思いますね。はい、